はい、皆さん、えー、こんばんは。はい、本日もなんかね、忙しいです。ということで、本日もね、何本かもうすでに動画を上げてるんですけどもね、もうちょっとね、本日は撮る予定ないかなと思ってたんですけども、やっぱり新しいニュースが入ってくるとね、皆さんにやっぱりなるべく早くお伝えしたいなということで、えー、この動画もね、撮っております。はい、えー、今回ね、何の話かというとですね、まあちょっとね、サムネイルにも書いておきました通り、 え本日は火曜日の夜なんですけども明日いよいよまた水曜日最近ね水曜日というと、まあ、皆さんも注目されてると思うんですねというのは「はい」「分身法が出ますよ」というようなことで、えー、本日火曜日の今現在、えー、万国時間は夕方皆さんはもう夜だと思うんですけど「明日の予告編が出てきました」というようなことで明日の分身法果たして 木原さんの話あるかな他の記事はどうかなみたいなことで皆さんも注目されていると思います。で、ちょっと予告編的にね、えー、お知らせをさせてもらいますということでカメラ撮ってるっていう次第です。はい、えーまあ、そういったようなことなので、まあ、早速ね、えー、何の話かなということで、えー、こんな感じですね。はい、えーで、今ね、ご覧になっていただいている通りに、えー、文春の方からね、早速入ってきました。明日の えー、電子版の、ね、予告というようなことで、えー、前からね私もね、えー、ちょっと皆さんにはお伝えしている通りですねこの「週刊文春」のウェブ上の電子版は毎月です、ね、2000円ちょっとぐらい、えー、それを課金してもらうとですね1日早く紙ベースでは木曜日の朝からね毎週出ておりますので1日早く水曜日のお昼過ぎには日本時間お昼過ぎには え文春の方がね、えー、ウェブ上でバッと出してきます。故にまあ一日早く見れるというようなことなんですけどね。まああの、どうでしょうか。まあ最近ね、この毎週水曜日というと、この電子版のね、文春法で、わーっと特にやっぱりネット界隈なんかもね、まあ、この YouTube も含めて、わーっとなっておりますので、まああのご興味のある方はですね、ぜひね、えー、まああの、ご登録されてもよろしいかなと。 まあ、ちょっと2000円高いわね。文春さん、ちょっと1000円ぐらいに負けてくれない、みたいな感じなんですけどね。あの、私言っときますけど、決して別に、あの、文芸春秋、もしくは週刊文春から、えね、あの、別に、なんていうんですか、営業マンでもありませんし、お金別にもらってるわけじゃありませんからね。まあ、ただ単に、あの、毎週とにかくね、水曜日、木曜日になると大注目だからね、ええー、と、いったようなことで、 えー、なおかつね、今現在文春さんはね、えー、ほんと頑張っておられますよね。特にこのキャラ問題に関してね。だって、そのね、えー、岸田政権の右腕、と言われ、右腕と言われているような人から刑事告訴されていても毎週こうやってバンバン出してくるでしょ。おそらくね、私思うんですけど、まだまだいっぱいあるよね、このネタ、みたいな感じですよね。と言ってのことを私考えておりますけど、果たしてっていう感じで。 はい。えー、でですね、今ご覧になってもらってる通りですね、明日も出ますよってことで、まあなんと言ってもね、注目は一番上だよね。わざわざちょっとね、えー、わざわざ赤い格好で囲っときましたけど、え、何え、マル事件え、マル事件、ちょっと丸にしちゃいますけど、マル事件、捜査の価中に、え、木原副長官に新たな疑惑、え、まだあるのみたいな感じですね。もうとにかくさ、 あの、今でもすでにお腹いっぱいだと思いますよね。このね、あまりにも複雑なおかつですね、怪事件というようなことでかなりお腹いっぱいだと思いますけども、えー、この安田谷尾さんがね、お亡くなりになったお話から始まっているね、えー、ことですけども、新たな疑惑なんでしょうね。しかもね、捜査の下中にっていうことなので、おそらくは2018年の10月に行われていた、まあ、捜査だよね。まあ、再捜査。これに関して、 なんか新たな疑惑がねその渦中に出てきていたのかなみたいな感じですよね。で私もねこのキアラ事件というかこの問題に関してはまあ昨日もねちょっとね例えば何か新たな名前出てきましたよということで例えばラッパーの通議桃太郎さんは誰ですかみたいな話をねちょっと私昨日の動画の中でお話ししましたけどもまああるいはね、えーまあ、もう一人のね官房副長官のお話ですよ はい、クリュー俊一さん、えー、ちょっと名前言っちゃったけどね、えーまあ、当時2018年当時が確か、えー、警察庁の長官やって,てやっていたよね、みたいなね、どういうことなんですか、みたいなことでね、なんで捜査が、ね、急に打ち切られたんですか、みたいなことでもしかしたらクリューさんの話かな、みたいなね、えー、そんなこともちょっとね。 えー、匂わせておりますけども、まあちょっとわかりません。<laughs> 私、文春の人間ではありませんので、まあそういったようなね、今までその文春が上げていないようなことでも、すでにネット界隈ではいろんな人がね、えー、まあちょっとね、想像的な話ではありますけども、話として出ております。まあ想像するにあたってはですね、そういったような人が、また今度はね、 XYZ に続いて A さんとか B さんとかね、そんな形で出てくるのかなと言ったようなことを私は想像しておりますけども、果たしてね、玉手箱を開けたらどんな話が出てくるんでしょうかということで、明日のまたね、お昼過ぎ、明日の日本時間午後、大注目ですねと言ったような話です、はい。でですね、今ちょっとね、ご覧になっていただいた中ではですね、なんか真ん中辺にはね、ジャニーズの超人気アイドルに熱愛スクープ なんかまたこんなことで、えー、こういった、ね、芸能関係の、ね、スクープも出るようですよ。まあ、ジャニーズ問題もね、えー、今日ちょっとね、えーまああの、動画でも上げさせてもらいましたけども、先週末のね、えー、その国連のね、えー、実際の理事会を、ね、人権理事会から、えー、具体的に、ね、報告書が上がっておりますよね。 岸田さんどうするんですかみたいなことでまた新たな課題が出てきてるわけですよ。そういった中での、え、何 <laughs> これちょっと熱愛スクープだから話違うかもしれませんけどね。まあそういった中で明日また出るみたいです。これもちょっと一種スクープ,スクープかもしれませんね。あと私、帰ってね、このジャニーズのことより余計ちょっと気になってるのは、この一番下に書いてあるね、広末良子さんの話。 え何何直撃というようなことでどうも文春直撃したんじゃないんですかおそらく直撃インタビューというようなことかなと私は推測しておりますけれども、えー、それに関して鳥羽さんとの将来はみたいなことが書いておりますええー、みたいな感じでまあ,あもしかしたら直撃取材をして、えー、この鳥羽さんとの間でね果たしてこれからどうなるっていうようなことをもしかしたら広末涼子さん 暴露してるかもしれないね。みたいなね。話ですね。まあ鳥羽さんというとですね。今現在ね、えー、まあ死を実際に、えー、もう退任ねされてですね。 え、なんかね、大変だ、みたいなことで、何億円も損害だ、みたいなね、3億円だ、みたいなことも言われておりますけど、果たしてどうかっていう感じですけどね。まあ、方やね、他の週刊誌なんかでも話が出ておりますけども、えー、なんかね、もう、いよいよもう日本国内ダメだから、まあ、いろんなね、いろいろケチがついちゃったな、みたいなことで、 海外でね、フレンチシェフもしくは日本人のシェフとして活躍するというのうこともあるかなみたいなことも言われておりますよね。まあ確かにね、私も海外なんかにいるんで、やっぱりね、私がいる、今いるね、タイもそうだし、例えばシンガ東南アジアでもね、シンガポール、マレーシア行ってもね、やっぱりその日本食レストラン人気ですよ。で、日本食というのは海外に出るとやっぱり高級食材に入っちゃうんですね。で、レストランにおいても非常にね、高級なレストランになっちゃいます。 といったようなことで、やっぱりね、当然その高級レストランで賄われるような、そのね、実際の日本食においては、その日本食のシェフ、日本人のシェフというのも結構重宝がられるんですね。故に例えば高級が取れたりね、いい待遇で実際に雇用されたりっていうことがあるわけですね。まあそういった話なのかなそういったようなことで、じゃあ広末良子さん、子供連れて一緒に行くんですかみたいなね、話。 かもしれないですね。わかりません。勝手で想像を私言っておりますのでね。まあそういった話で、まあちょっとね、この広末涼子さんの話も気になるなとかね、ジャニーズどういった話が出てくるのかなとかね。まあジャニーズもね、さっき言ったように今現在ね、話がいろいろ上がってますからね。はい。えー、で、やっぱり、でもね、なんといっても気になるのは、はい、木原官房副長官、新しい疑惑。なんな、なんなのかなということでね、また明日大注目ですっていうようなことを ちょっとね、事前にお話をさせてもらいました。えー、ということでね、まあ、今回のこの動画に関してはね、明日こんな記事が出るよっていうようなことをね、皆さんにお伝えさせてもらうとともに、明日またね、昼過ぎに、えー、日本時間でね、昼過ぎに私もなるべく早くね、動画あげますので、ぜひそちらの動画もご覧になってみてください。っていったようなことです。はい、今回もね、ありがとうございました。もう、あもう本日はね、この動画で最後。でね、えー、ちょっとこれからね、ご飯ちょこちょこっと食べて、シャワー浴びて、もう寝るかな、みたいな感じです。 嘿，再见啦，拜拜。バ